聖子菩薩、本名、マハスター・マプラ・プタは、仏教における、菩薩の一尊。大聖子菩薩、大聖人菩薩、特大聖菩薩の別名がある。現在日本では、馬年の守り本尊、十三仏の一周期本尊として知られている。三枚あがたは、ミフレンゲ。種子は作。阿弥陀三尊の右は寺。冠無料、樹形の中には、 知恵をもって、あまねく一切を照らし、三図を離れしめて、無常の力を得せしむゆえ、大聖子と名付くとあり、人、血と、刀との三図、迷いと戦いの世界の苦しみから知恵をもって救い、その猛者を仏道に引き入れ、正しい行いをさせる菩薩とされる。薬師如来本願区独行では、八大菩薩の一村である。四国八十八箇所令状十三仏では、 第53番札所の塚山延民寺で主因がもらえる。京都13仏霊場では第9番札所の大内山一和寺。日本では静止菩薩が単独で信仰の対象となることは極めて稀で多くは阿弥陀三尊の脇地として造造された。観音菩薩が奉還の前面に手没を表すのと対照的に静止菩薩の場合は水亀をつけることが多い。 来号形式の阿弥陀三尊では、観音菩薩が恋愛を捧げ持つのに対して、聖子菩薩は合唱する姿で表される。中世では、長野の善光寺如来の幕国像が盛んに作られるようになるが、この時は観音と聖子の二菩薩は、狂前で両手を合わせる姿で造形される。法念を聖子菩薩の化身とする説が中世からあった。法念は妖名を静止丸といい、 知恵第一の法念坊と言われ、生前から知恵の化身として考えられていた。法念没後、弟子の親鸞は大聖子菩薩和さを読み、末尾に大聖子菩薩は玄空聖人のご本寺であると述べている。また、親鸞の妻江心にが霊夢を見、光ばかりのご仏を見たところ、あれは聖子菩薩で法念のことだという声が聞こえたという話が、 え心に消息に出ている。京都地方院には、静止堂が建てられ、本尊として、静止菩薩像が安置されている。これは、法年の本寺であるという。この像は、大号阿弥陀三尊の脇地としての静止菩薩と同様、合唱型に表されている。ありがとうございます。